リクシルリクシルグループ株式会社リクシルグループはかつて冊子現在住宅機器メーカーを参加としていた持ち株会社で株式会社リクシルの2020年11月30日までの称号2001年のトステムとイナックスの経営統合により誕生した株式会社イナックストステムホールディングスが持ち株会社としての前身にあたる 会社分割により持ち株会社化しており、法人としての前身は、日本建具工業から東洋冊子の流れを組む初代トステムである。その後2004年に株式会社中生活グループに称号を変更し、2010年に新日経、サンウェーブ工業を完全子会社化した。またグループ内で、リクシルの名を冠した株式会社リクシルが存在し、 グループのマーケティング戦略を担当していた。同社は2011年4月1日に、トステム、イナックス、新日系、東洋エクステリアの各社と合併し、株式会社リクシルが発足した。2012年7月1日に株式会社、リクシルグループに、称号を変更した。2020年12月1日に子会社の2代目、リクシルを、吸収合併し、株式会社リクシルに、 称号変更。当社は旧初代とステム以来19年2ヶ月ぶりに事業会社に戻った。リクシル及びリクシル住生活ソリューションの子会社については各詳細記事を参照。ありがとうございます。